スメディアで活躍が報道される大谷選手ですが、エンゼルスから移籍する可能性があるとの報道が上がっています。今回の動画では、大谷選手はそもそも移籍したいのか、エンゼルス球団の方針など大谷選手の移籍について特集していきます。2022年シーズンのエンゼルスは開幕からおよそ1ヶ月間は好調を維持、5連勝を記録し首位に立つなど順調なスタートを切ったかに見えました。しかし5月中旬からは投打の歯車が狂い始め、接戦をことごとく落とすなど黒星が増え始めます。そして5月26日のレンジャーズ戦からは14連敗と悪夢のような日々が続くことに。連敗から抜け出せないエンゼルスは6月7日にマドン監督を解任、状況打開のための荒治療を施しています。その後、大谷選手の投打での活躍があり、6月10日のレッドソックス戦で大谷選手が先発し、チームは久々の白星を手にし、連敗は14でストップ。大谷選手の高いパフォーマンスや勝利への気迫がクローズアップされる結果となりましたが、その後も現在までエンゼルスは波に振り切れていません。昨年、来シーズン終了後の移籍が噂される大谷選手のある言動が大きな波紋を呼ぶことになりました。シーズン終盤、すでにプレーオフ進出を逃していたエンゼルス、そのチーム内において二刀流として獅子奮迅の活躍を見せ、投手として9勝、打者として45本塁打と驚異的な数字を残していた大谷選手が、ある試合後にヒリヒリする9月を過ごしたい、このままでは勝てないんじゃないかなと思いますと発言。他にもファンの人も好きですし、球場自体の雰囲気も好きです、ただそれ以上に勝ちたいという気持ちが強いともコメント。ファンへの配慮を示し、勝利への強い思いが感じられます。加えて昨年は投手として9勝を挙げたものの、打線の援護がなく白星に届かなかったゲームも多くあり、シーズン最終盤にはベンチ内で悔しさをあらわにする大谷選手の姿も見られました。この大谷選手の発言や行動などからも、米国メディアでは大谷選手の心情を、勝ちたいという思いが強い、勝てるチームに行きたいと推測、ファンにとって心配の種になりそうだと流出を危惧する報道もありました。さらにエンゼルスの地元紙 LA タイムズは、エンゼルスは警告を受けた、翔平は勝ちたいとはっきりと言った、大谷選手の思いを強い表現で記事にしています。日本球界でも勝ちたいという動機から他球団への移籍を決断した選手もいます。横浜や巨人で活躍した村田選手は、優勝争いがしたいとはっきりと明言した上で FA 宣言し、巨人入りを決断しました。今年の大谷選手ですが、大谷選手は6月のゲームでは投手としてチームの連敗を止めるなど4勝1敗、防御率 1.52 の活躍、バッティング面では打率2割6分5厘、ホームラン17本と昨年以上の活躍ぶり。昨年2月にエンゼルスと2年850万ドル、約9億4000万円の契約を結んだ大谷選手は、2022年オフに年俸調停権、2023年オフには FA の権利を取得します。現時点では明らかに年俸以上の活躍を見せている大谷選手。今後、その過程においてどのタイミングでどんな契約を結ぶことになるのかについては、すでにメジャー全体でも大きな関心事となっています。2023年オフに FA 権取得となる大谷選手をチームに繋ぎ止めるため、エンゼルスから今オフに長期契約を打診する可能性が考えられます。一方で仮に今オフに交渉がまとまらず、来年オフに FA となれば、資金力のある複数球団による大争奪戦となり、エンゼルスのチーム状況によっては勝利を求める大谷選手の流出は避けられないでしょう。大谷選手はエンゼルスから非公式ながら開幕前の段階で契約延長を打診されたとも報じられていますが、本人は2年契約が終わるまで延長について話し合いたくないという意思を明かしており、代理人を通して水面下での交渉は行われている可能性はありますが、本人を介して金額提示などの積極的な話し合いは行われていないようです。ただ新たな契約を結ぶにあたり、二刀流というハイパフォーマンスが逆にネックになっているとの声も上がっているようです。これまで本格的な投打での二刀流で大谷ほど活躍した選手がおらず、 MLB 公式サイトでも前代未聞なので年俸を正確に特定するのは難しいとコメントが綴られており、体への負担度の高い二刀流を今後いつまで続けられるのかという懸念点も存在します。さらに大谷選手の故障歴も契約更新への方向性を示しづらい理由とされており、18年に右肘、19年に左膝の手術を受けるなど、年間を通して活躍したのはアメリカ4年目の昨年が初めてです。今季も高いクオリティを発揮していますが、コンディションへの不安も常に隣り合わせにしていることも明らか。MLB 公式サイトでは、現在のような大きな負荷を続けてどれだけ持ちこたえることができるか疑問に持つのは当然のことといった懸念も示しています。大谷選手は今年7月に28歳、 FA となる2023年オフには29歳の年齢を迎えています。米国メディア間では、エンゼルスが契約更新を行う場合、10年前後の長期契約を予想する声もあると言われていますが、どこまで投打でのフル回転ができるかは不透明と言わざるを得ません。このような背景もあり、今シーズン怪我なく昨年通りのパフォーマンスを発揮できるかが
大谷選手の評価に大きな影響を与えるでしょう。大谷選手の去就について、ここに来て新たな話題が聞こえてきています。夏に向かうにつれ、大谷選手が FA 前にトレードでエンゼルスを離れるという報道が国内外のメディアを賑わせています。あくまで推測の領域ですが、具体的なチーム名なども伝えられるなど、トレード放出説も根強く支えかれているようです。少なくとも日本球界で定期的に支えかれる巨人小林選手のトレードの噂より信憑性があるでしょう。またメジャーのトレード期限が8月1日に設定されていることから、早ければ今夏のトレード移籍もあり得るとの声も少なくありません。すでに豊富な資金を誇るニューヨークメッツやサンフランシスコジャイアンツなど、具体的な球団名も挙げられています。トレードの話題が上がる背景として、大谷選手の現在の契約内容が密接に関わっているようです。 FA 権取得を来シーズンオフに控える大谷選手と新たに契約を結ぶことになった場合、引き止めのための大型契約は避けられません。エンゼルス球団としては、いくらチームの顔といえども大谷選手の年俸が大きな負担になると見られています。トレードで大谷選手を放出することによって、財政的な不安も解消でき、なおかつ有望な若手選手も獲得できるという理由から、シーズン途中や今オフでのトレード移籍話が持ち上がったようです。現在2年850万ドル約9億4000万円という年俸を得ている大谷翔平選手。しかしこの金額は二刀流としての大活躍は反映されていません。現在大谷翔平選手はプレイヤーとしての評価もすでに球界ナンバーワンとの声も伝えられており、米国メディアでは FA となった場合の年俸資産が話題となっています。専門メディアにおいて、この資産は大谷選手の今シーズンここまでの投打のデータを検証し、メジャーでの出場試合数、成績と現在の年齢などから他の同等の FA 選手と比較、打者としては年俸約24億円、ブレーブスに所属するマット・オルソン内野手と近く、投手としてはブルージェイズの先発右腕、年俸25億円のケビン・ガウスマン投手に近いと主張。この両選手の年俸を達した場合、約50億円という金額が弾き出されました。この試算を行ったメディアは、大谷はたった一人なので単純に足すわけにもいかないかもしれないがと付け加えながらも、メジャー最高額であるメッツの先発右腕マック・シャーザー投手と同じ4300万ドル、日本円で約55億円に匹敵すると算出しました。まさに規格外の評価が予想される大谷選手ですが、そのスケールが大きくなるほど当然のように年俸も膨らむこととなり、チームの財政状況にも大きく響くことも確かでしょう。メジャー球団にはニューヨークメッツやロサンゼルスドジャースといったいくつもの金満球団と呼ばれるチームが存在します。それらの球団は豊富な資金を武器に毎シーズン有力選手を獲得し、戦力強化を図っています。しかし残念ながらエンゼルスはそれほど経営的に恵まれた球団とは言いません。エンゼルスのオーナーであるアルトゥロ・モレノ氏は赤字を出すことなく無難な球団運営を方針とし、選手獲得などの際リーグが定める年俸総額以上の資金を投入した場合に発生する贅沢税を払うこととは無縁な人物とも知られています。またエンゼルスは19年にマイク・トラウト外野手と12年総額4億2650万ドル約470億円、アンソニー・レンドン内野手とも7年総額2億4500万ドル約270億円で契約を交わしており、トラウト選手は年俸約40億円、レンドン選手の年俸は約39億円と2026年まで2人だけで約80億円の年俸の支払いがあります。他球団以上に資金が限られているチームにおいて、球界屈指の契約を結ぶスター選手2人を抱えるエンゼルス、満足とは言えない経営状況なのは明らかであり、当然この点も大谷選手の今後に大きく影響を及ぼすことになりそうです。2023年オフに FA になる大谷選手の流出を避けたいとするエンゼルスは、今オフにも大谷選手サイドと話し合いの場を持ち、大型契約締結を目指すと見られています。しかしアメリカメディアによると、エンゼルスが果たして大谷選手との大型契約が実現可能なのかは不透明であると報じました。大谷選手の2023年の新年俸については、今季終了後に年俸調停権を申請するなどを行い決めていくものと予想されます。エンゼルス球団が今後どのような条件をもとに交渉が行われるのか、そして大谷選手の去就はどうなるのか、メジャー球界全体からの注目度はさらに高まっていくことでしょう。本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。